皆さんこんにちは、チームトヨタの山中智明です。これから東京エクスプレスウェイの南ルート内回りをコース解説していきたいと思います。はい、ということで東京エクスプレスウェイの、南ルート内回りをこれからコース解説していきたいと思います。東京エクスプレスウェイは東京にある、首都高速道路をモチーフにしたサーキットですね。で、特徴としては、実際の高速道路を、再現しているものになるので、実際にこの走行車線があったりとか、あとは、高速道路ということで結構道幅が普通のサーキットと比べて、短いこと、そして、そのエスケープゾーンがないことっていうのが、大きなポイントになっていて、コースを攻める上ではなかなかこうチャレンジングなドライバーの度胸が試されるようなサーキットだなというふうに感じています。で、まずはどういうふうに走っていくかっていうことなんですけど、本当にまずは雑な操作をしないことっていうのが非常に重要だと思います。本当にこのステアリングの切り方、いかにゆっくり切るか、急ハンドル切ると実際に車乗ってる人分かると思うんですけど、急に不安定な動きになってしまったりするので、基本的にはできるだけ丁寧に乗ることっていうのが大事だと思います。そうですね、アクセル その踏み方に関しても、例えばレーシングカーだったら500馬力600馬力っていうすごい巨大なパワーを持っているので、いかにこのアクセルをいきなりドンと踏まないかですね、いかにこのアクセルをゆっくり踏むかということと、あとはブレーキもですね、できるだけ早く減速した方がいいですから、最初はどこまでそのブレーキングポイントを我慢できるか、そしてそのブレーキもですね、最後こういかに丁寧にこうリリースをしていくかっていうのが重要なポイントになっているんじゃないかなというふうに思います。で、東京エクスプレスウェイは基本的にこのコースは長い直線とテクニカルなセクションに分かれるのが特徴のコースですね。で、今1個目のテクニカルなセクションを終えましたけど、セクションもね、これからまた次の週でもっと解説していきたいんですけど、ライン取りが非常に重要なんですね。で、その基本的なライン取りっていうのは基本的に車の速度を落とさないように走ることですね。できるだけ内側を走ってしまうと、車小回りになってしまうので速度が落ちてしまいます。そうすると、一周のラップタイムというところで言うとやっぱ落ちてしまうので、いかに高い速度を保って曲がれるかっていうラインを探していきます。それがレコードラインというものになりますね。はい。で、そしてまた長い直線に入ってきたんですけど、ここは本当に、普通の市販車でもですね、ずっと全開で行けるような長い直線でかつ緩いカーブがずっと続いていきます。なかなか実際の高速道路で130キロとか、なかなか出すことないと思うんですけど、そうやって速度を気にせずに走れるというのもグランツーリスモの魅力の一つですよね。はい。そしてこのちょっとね、高速コーナーを抜けた先に、実際だと箱崎ジャンクションと呼ばれるところですね、箱崎パーキングかな、ちょっと覚えてないですけどに、入ってきます。ここがこのコースのピットレーンになっていて、この外側を走っていくとピットに入ることができます。ここがピットレーンの入り口ですね。で、ここに入るとピットインすることができます。で、ピットには入らずこのまま走ろうと思うんですけど、そして、ここの、ピットレーンを抜けた後が、また、コースになるんですけど、次が、最終セクターですね。で、最終セクターがこのコースで多分一番チャレンジングなコーナーになっていて、非常に高速で曲がっていくコーナー、かつコーナーが連続しているので、いかにタイミングを間違えずに切り返していけるかっていうのが重要なポイントになってきますね。で、ここもいかにこの壁ギリギリまで寄せて高い速度で曲がるかっていうことが非常に重要になってきて、なかなかこう難しいですね。自分でも結構失敗しちゃうんですけど。で、ここが最後最終コーナーですね。はい、ということで、これで1周が終わります。少しずつスピードを上げて解説していきたいと思うんですけど、実際こう簡単に200キロを超えてしまうようなレーシングカーですから、まずポイントとしてはブレーキングポイントほど間違えないこと、でかつあとはどのタイミングでそのステアリングを切るか、どのタイミングでアクセルを踏むか、そういったポイントをまずは、うまく走れない時っていうのは他の人のリプレイを見ながら研究していくと、上達のコツになるんじゃないかなと思いますね。はい。
で、まあ、この次も、まあ、いかに高い速度を保つかってことなんですけど、まあ、自分は、まあ、ここ、まあ、1個目の、クリッピングポイントつきます。でちょっと速度を落としてちょっと外側膨らんでまたここを膨らみます。で最後ここの縁石に向かって、でもここからアクセル全開ですね。でここの縁石を舐めるように立ち上がって、外壁ギリギリいっぱいまでその使えるようにアクセルを早く踏むっていうのが大事だと思います。はい、でここもコーナーの先見えないんですけど、まあ、ゆっくりアプローチしてきてこのインガーまたギリギリまで攻めます。で外側に向かっていきます。でこういったそのアウトインアウトっていうのがその基本的なその、まあ、レコードラインと呼ばれる、まあ、コースで一番速く走るためのラインですね。はい、でここからまたアクセル全開です。まあね、ドイツのアウトバーンでもなかなか200何十キロっていうのはスーパーカーじゃ出せない、スーパーカーじゃないと出せない速度ですから、まあ、なかなか、まあ、ジャンキーな人、そういった感覚もちょっとありますね。はい、でここ一番のブレーキングポイント、まあ、大体150メートルぐらいから踏むんですけど、でここ速度が一番落ちます。速度が落ちるときはそのいっぱい路面にパワーを伝えるのでこの、まあ、スライドをしやすいんですね。なのでそういったところではそのアクセルの入れ方っていうのを丁寧にしないと簡単にスピンしてしまいますね。はい、で最終セクターに入ってきます。で最終セクターは1個目も外からいっぱい進入してできるだけ1個目の壁ギリギリに寄せます。そしてこの2個目の切り返しもちょっと奥めにクリップを取って、で3個目の、切り返しに向かっていきます。でここを膨らみすぎてしまうと最終コーナーのアプローチが難しくなってしまうので、その3個目と4個目の間っていうのはちょっと直線があるんですけど、まあ、実際はコーナーのような感じでそのライン取りを取る、その精度っていうのが非常に難しいものになっています。じゃあちょっと思いっきり全開でいってみたいと思います。で1コーナーまず 50m ぐらいからブレーキングで高い速度を保ったまま壁ギリギリまで使って、アタックをしていきます。でここもできるだけこうハンドルを切らないようにその抵抗を少なくしてできるだけ速度を稼ぐようなラインっていうのが理想的ですね。はい、でここも次 150m 間も過ぎたらブレーキングですね。でここもちょっと膨らんであんまり速度を落とさないように困りすぎないように、ここもそうですね、ちょっとスライドしちゃいましたけど、だいたいこんな感じです。ちょっと今ミスしちゃいましたけど、はい、で次も 50m ちょっと過ぎたらブレーキングです。でここも壁ギリギリまで使って立ち上がります。で、まあ、ここもずっとアクセル全開ですね。で先ほど言った通りできるだけハンドルを切らないラインを探して走っていきます。まあ、レーシングカーは比較的ダウンフォースがあって全開できやすいんですけど、市販車のスーパーカーみたいな車だと結構ここも難しいコーナーになってきますね。はい、で次が一番の減速ポイントのヘアピンですけど、だいたいブレーキングポイントはやっぱ 150m ですね。でできるだけこのイン側に向かって、でこの外側いっぱいまで使って立ち上がります。で、まあ、この次ですね、まあ、最後、高速の S 字に入っていくんですけど、ブレーキが微妙に残さないとその速度を高く保って、コーナリングすることができないので、結構ここには、高い技術っていうのが要求されていきます。で最終コーナーですね。でこれで、まあ、1周が終わるんですけど、まあ、最終コーナーアタックするときはこのイン側を立ち上がった方が距離が稼げるので、まあ、少しですけどタイムアップにつながります。まあ、大体こんな感じですかね。はい、ということで、こちらがコース解説になります。皆さん見てくださって本当にありがとうございました。グランツーリスモの、チャンネルについてもぜひ登録の方よろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイバイ。